じゃあここは優雅。はい。では次回のくじ付けをお願いします。安心しな、しおり。俺はお前だけだ。他の女はもう誰もいない。俺の全部を込めて俺がお前を世界一幸せにしてやるさ。こじさん、あれ、ちょっと待ったがないぞ。あら、ちょっと待ったがないよ。なんだか私すごく遠回りできた気がするいやー、そんなことないさ。いろんなことを経験してきたおかげで今の俺たちがあるんだ。あ、ここでかちょっと待ったまた馬だ。あれ、え、馬どうした。馬が消えたぞ今お姫様、白馬の王子が参りました。ふ、少し遅かったようだな。俺としおりはたった今愛のちぎりを交わしたところだ。え、マジで。ごめんなさい、チャレヌコ。私はコジさんと生きていくことに決めたの。なんだって。私、コジさんのことが本気で好きになってしまったの。ガビーン、ガビーン。なんで、なんでこいつのことが急に好きになったんだ。なんでって、そんなこと恥ずかしくて言えない。コジ、お前一体しおりに何をした。何をしたとは人聞きの悪い。俺はただ口説いただけさ。貴様の親父の教え通りな。俺の親父、やっぱり親父は生きていたのか。ふ、貴様の親父はすでに俺に究極の口説き的を授けてくれたよ。今の俺は伝説の名残として呼ばれた貴様の親父の全てのテクを受け継いだ男だ。親父の全てのテクを受け継いだだと。ち、親父のやつ、世に乗ってこんな野郎に余計なことしやがって。だから俺だって姉さんとの特訓で得した口説き的が あるんだぜ。しおり、もう一度君の心に俺を刻んでやるぜ。ふふ、果たして貴様の口説きテクが今のしおりに通用するかな。お楽しみ拝見といこうか。おお、さあ行くぞ。はいはい。また通話が切れてしまわない、勝手に切れてしまわないかどうか不安だなはい、裏でね、そういうハプニングがあったんだよねうん、じゃあどれにしようか本当に普通に口説くよ。うん何もなさそうだ。お、あなたのこと嫌いなのってもうちょっとあなたのこと嫌いなのこれまた一回負けるフラグかな。うー、何も起きないな真実ない。うわー、ダメだ、振られてしまった。ごめんなさい、チャリヌコ。私はもうすでにコジさんの女なの。そんな、しおり。ふっさ、しおり、邪魔者が片付いたところでラブラブしないか。コジさん、ん、ん、何やってんのだー、畜生、逃げた。え、ですよね、ですよね。バッドエンド。何これ。もうチャリヌコったら、やっぱり私がいないとダメなのね。まあいいわ、私を取り戻す方法を特別に教えてあげる。まず私以外の全ての女を孤児から取り返しなさい。そのためには後ろの最初のところにいる馬に連続で7回話しかけるといいわ。馬か。そうすればきっと攻略しやすくなるから。ほうほう、いい、こっちの城の最初のところにいる馬に連続で7回話しかけるのよ。それじゃ頑張って早く私のところに来てね。チャオチャオって、なんかタイトルに戻っちゃったよじゃあ続きからいきましょう。はい、
ひひん。ひひん。1回目。2回目。またこっからやり直しか。ひひん。ひひん。お、馬がパワーアップした。え？馬がパワーアップして、なんか意味あるのか？ひひん。ひひん。ひひん。うん、とりあえず7回ぐらい話しかけたから、行くか。はい。ん？多分相当カットするだろうな。くどけたシーンだけをなんか映す的な感じになれそうだね。思い出せ俺、よくはああ見えてすごく俺のキスに弱かったはずだ。あ、そういうことか。戦う前にさ言うんだね、なんか攻略法。チュ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 、何もないぞ。チュ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 、いや、ダメージが大きいってだけじゃない？チュチュチュ、さっきみたいにダメージ大きければいいのかな。ダメージが増えて、なんかやりやすくなったって感じ。うん、そうなるか。チュ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 、ちょっとキュッとした。お？お？お、ごめんなさい、チャリヌコ様、私はあなたの元には戻れないんです。リョーコで、これの繰り返しなわけか。うん、あー、またお前か。お前には用なしだよ。お、馬がいるぞ。馬がいる。ひひん。ひひん、汗ぶできる。うん、ひひん。これで強化されたってのはそういうことか。やり直しがやりやすくなったってことだね。またか。さあ、ミキは何に弱かったんだ。何も言ってくんないぞ。え、でもミキは普通に攻略できてたじゃん。うん、1回目でも。メイドさん、この人結構苦戦しちゃったからね。うん、それは分かってるよ。君を連れ戻します。ではダメだったんだっけ。君を連れ戻しに来たじゃダメだったね、確かに。うん、そうだよ。で、これは優しくでいいんだったね。よし、
ロマンチックに聞くで脱しかダメだったんだよね。あれ忘れた。いやロマンチックダメだった気がするよ。あ、あ、ロマンチックの方が良かったかも。え、ロマンチックダメだって、だって月と太陽のあれじゃん。ああ、で、君の洗濯機なのでこれダメだったんだっけ。じゃあこれか。お、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 来たか、来た。あー、ねえ、ちょっと待って。ガビーン、ガビーン、うっそーん。はあ、ですよね。うん、これね、何を間違えたんだろう。3番目、3番目、ロマンチックの方が良かったのかな。え、だから ロマンチック違うって。え、じゃあ謝りながらか。ね、だからロマンチックは月と太陽だから違う。ああ、幻滅ですって言ってたじゃん。ああ、そっか。で、まずはやさしく話す、そしてでも褒めながらダメだったからやっぱ謝りながら。うーん、お、そして君の洗濯機になろうか。わかんない。さあ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 、今度こそ。お、お、たセリフ変わった。お、お、出た、やった、やってよかった、やっと勝てた。勝ったね、これで。よし、ひひーん、ひひーん、ひひーん。さあ、この人はさっきと同じでいいのかな、かな。さあさあさあ、え、まあ、またその時チャイヌコの頭に昔の言った言葉がよぎった。あまりにもくだらないギャグは言うんじゃないぞ。あまりにもくだらないギャグはみんなを絶句させてその場を時を止めてしまう。くだらないギャグが時を止める、だったら旅行を救うにはこれしかない。車が来るまで待て。ザ・ワールド、時が止まった、今だ、時は動き出す。ちょちょちょ、主人公が引かれたぞ結局。俺は頑丈だから。それ君が無事でよかった。でもこれでなんとか生きれたね。うん、そしてこの子供は何なんだと。お、なんだ、もう一度だけ。なかなか言い出せない。子供は何のためにいたんだ。わかんない。案外難しいなこれ。さっきのも何度か同じのを選択するとか、そのパターンか。え、だって言ってたじゃん。うん、
それがユーの言う通りだったらさ、うん、これを2回言えばいいのかな。2回というか、まあ数回、うん、かな。いや、よくわかんないけど。ダメかな。ダメかな。じゃあ違うやつかな。それとも違うやつを2回言うか。お？お、なんか変わった。他の長い。うわ、まだなんかあるぞ。溶かす。え、さとみ、君の子の方のお狙い相手全部溶かしにする。何これ。制限時間内に決定キーを連打で、さとみのここのこの心の残りを全て溶かすのだ。3、2、1。頑張れ。うわあ、これは、うわあ、連打だ、連打できない、全然できない。うわー、くそ、やばい、無理です、時間切れか。いや、ん、そんなことはない、愛に時間切れなんてないんだ、時間まだ5秒あるぞ。なんということだ。よっしゃー、俺の愛がさとみの心。とりあえずクリアだ。ちょっと意地になってた。やっぱこの人ツンデレかもね。さあ、もう一度恋の物語を始めよう。あれ、一夜明けちゃった。ん、なんでここだけ一夜明けた扱いになってるし。今ね、なんか寝る時の BGM が鳴ったんだよ。さて、また本を読んでてかな。どうすりゃいいんだっけか。なれれ、2度目の。てか姉さんはどこにいるんだ。姉さん最後の最後かな。ほら、これだもんね。うん、それは聞いたよ。うん、だってこれさとみも助けたわけでしょ。まさかこれを今更やらなきゃいけないわけか。何の意味もないよね。姉さんか。姉さんにヒントあるか。さ、姉さんを口説いた時、姉さんを口説いた時思い出せ、姉さんを口説いた時思い出せ。真実の愛というものを使ったじゃないかね。あんまり見なかった。愛してるぜ。あんまり見なさそうだな。俺は死なないぜ。もうそう。はあ。さあ、くそ。もっと自分を大事にしろよ。くぞけないだと。やっぱひたすらやるしかないのかな。攻撃を。俺は死なないぜ。でもダメージが増えていく一方だ。俺は死なないに気にされたんだ。お、進展あったぞ。どうしてだ。
とりあえず真剣はあったようだけど、ふ、もう貴様の出る幕はないのさ。武装王というものを考えるなら、しおりは お城の姫様なんだよ。姫様だろうが町目のせいだろうが、そんなの愛に関係ないだろう。ふ、貴様何も分かってない。しおりの行動は一人の女の子というものじゃなく、お城の姫と行動として見られてんだよ。世間からは姫様が紐男の女になったと思われてしまうのだよ。そんなの世間の目なんて関係ないだろ。俺としおりはそれでも幸せに暮らしてたぜ。あ、じゃあ言う。え、あ、はい。チャリヌコ、確かに私だけなら世間の目なんて関係ないって言えるかもしれないわ。でもね、たとえ私が良くても、お父様やお母様に迷惑をかけてしまうの。私は姫だから、私の人生は私だけの勝手で決められるものじゃないの。そんなのは間違ってる。自分の人生は自分で決めるもんだ。恋愛というものは自分にわがままになっていいはずだ。妥協したり自分を無理やり納得させたりして本当に幸せになれるのか。ふ、貴様は全く分かっていないな。しおりは本気で俺のことを愛しているのさ。その上俺はお城の姫が結婚するのにふさわしい大きな人間なんだよ。俺ならしおりを幸せにした上で、しおりの周りの人間も納得させることができる。貴様にこれ以上しおりを幸福にすることができる保証はあるのかい。幸せの保証だって、そんなもの関係ないだろ。大事なのは自分の生きる道を、自分の意思で選んだかどうかじゃないのか。自分の意思で選んだ道ならたとえ苦しくなっても、それを切り開いていこうと前向きに生きられるはずだ。そうやって知恵の分かれ道を自分の意思で一つ一つ選んでいくことが幸せな人生を形作っていくことじゃないのかよ。ふん、もう貴様の勝手な人生論には惑わされるぞ。さっきから言ってるだろ、しおり本気で俺を愛してるとな。違うんだよ、しおりの目は輝きが違うんだよ。本気で恋した時のしおりの目の輝きはこんなもんじゃなかった。しおり、もう一度俺が君の瞳をもう一度輝かせてやるぜ。ふ、しおりよ、お前の全てを積み込めるのは俺だけさ。これヒロシと同じ状況じゃん。口説き対決。よし。お、でも、MP 勝ってるよ。おお。どれがいいのかな。命がけ。俺は死なないぜ。愛してるぜ、しおり。うわ、負けてる。ああ。じゃあ、愛してるぜ、もう一回、同じこと言ってあげよう。愛してるぜ。お、結構効いてる。おう。あ、しまった。綺麗なバラにはトゲがあるのさ。ちょっと孤児優勢とかひどいな。そう、妄想はぁ。とりあえず妄想してさ、MP 回復させないと。愛してるでしおり。うん、それはいいとしてさ、あいつさ MP 全然使ってないくせにさ、ダメージがすごすぎる。だね、勝てる気がしない。あー、また MP を。綺麗なバラにはトゲがあるのさ。勝つ方法が。愛してるぜー。頼む。綺麗なバラにはトゲがあるのさ。ちょっとなんか打開法が。打開法。はー、打開法を頼む。あ、また MP。 愛してるでしおり。くそ。お、なんか進展あったぞ。お、へ、確かに親父の口説きテクは俺より数段すごいさ。だがな、愛っていうのは理屈じゃないんだよ。恋愛ってのは理屈抜きで、ここのスコアは燃えれるものはずだ。テクニックでじゃなく、魂で思いぶつけるのが恋愛だろう。しおり、俺の魂がもう一度君のハートに火をつけるぜ。変わった。何？チャリヌコの戦闘力が上昇している？戦闘力15000。高。6000。7000。
8000。まだ上昇している。これはチャンスかな？かな？チャンスか？俺は一瞬だけの君の島にいたいんだ。お。おお。あ、いえ。私にどうしろっていうの？ジャリヌコ、私には洗濯機なんてないのよ。私はお城の姫だから、ジャリヌコのような一般人とは絶対に結ばれないの。だったら姫をやめて俺のところへ来ればいい。姫をやめる？そんなことできるわけないじゃない。なぜそうやってすぐに諦めるんだい？やってやれないことじゃないだろ。姫をやめて家を出たらお父様やお母様を悲しませることになるわ。私にはそんなことできない。はじめは多分そうかもしれない。でも君が幸せならきっと親も分かってくれるはずだ。親っていうのはいつでも子供の幸せを願っているんだ。君が幸せになれば必ず親は分かってくれるさ。でも大丈夫さ。お城のことにしても姫がいなくなったってその気になればなんとかなるものさ。一番大切なのは君が人生で自分で自分の人生を決めることさ。チャリヌコ、綺麗なバラには大技が。チャリヌコ、あなたがそんなに私を求めてくれることは嬉しいわ。でも私はもう戻れないの。私じゃもうコジさんと愛のちぎりを、交わしてしまったわ。いわばもうすでにコジさんの女なの。それなのにまたあなたの元へ戻るなんて、そんなことできない。いいんだしおり、俺は愛というものがやっと分かってきた気がする。愛するというのはきっとその人のいいところも悪いところも全て受け入れることなんだと思うんだ。俺は君を愛している。だから俺は君の過去も何もかも全て受け入れるぜ。チャリヌコ、チャリヌコは愛について自分なりに答えを出した。俺の愛の形を得得した。愛してるぜ。愛してるですより。ってことはその技を使えば、だーちょっと 12! 妄想するしかない。愛してるでしょ。なんだかんだでさとみ頑張ってるな。回復薬で。俺の愛の形。君を全て受け入れるぞ。愛してるでしょ。すごい130回って。逆転できんじゃないこれ。君を全て受け入れるぞ。おしおりはチャイノコの口説きでメロメロになった。お勝ったやったー。俺が負けるなんて、そんなバナナ、同じじゃないかよ。そんなバナナチャリヌコ、私本当に帰ってきていいの？またパトカーが。またパトカー来ました。ついに捕まるのか。いいんだ、言ったろ、君の全てを受け入れるって。君のいいところも悪いところも、君の過去も境遇も、俺は全て受け入れる。それが俺の愛の形だ。チャリヌコ、好き。そうだよ、俺は君のその輝いた瞳が好きなんだ。愛してるで、しおり。さて、これで今度こそハッピーエンド歩けるけど、姉さんはハッピーエンドだといい。姉さん聞いてみるか。え？ってことはまだ、えへん、まだある？まだ、うん、もうちょっとだけありそうだね。うん。うん。最終回が3回に分かれてしまいそうだ。なんとなくで殴れないよ、畜生。泣くぞ、俺は。殴っちゃった。ひひん。さあ、行くよ。姉さんが俺の、私のことしてショック受けてたんでした。どこだろう、あの場所？
あの場所遠いではないでしょう。キャバもないでしょ。キャバまずあれだもんね、ないもんね。出てない、出てないし。うん、地下じゃないかな。うん、あの通れなかった地下かな。戦闘になるようだったらやっぱり分けるしかないね。あ、いた、いた。地下なんてなかった。え、誰、忘れた。誰って、姉さん、俺だよ、チャリノコだよ。チャリノコ、姉さん、まさか記憶が。誰だか知らないけどごめんなさい。私は何も覚えていないの。気がついたらこの部屋にいたの。そんな、嘘だ。記憶喪失になるほど親父が生きていたことがショックだったというのか。落ち込んでる場合じゃないぞ俺。忘れたというなら思い出させればいいんだ。俺の口説きで姉さんをゲッチュすればきっといい思い出すはずだ。さあ姉さん、俺との思い出を蒸し返そう。あー、口説き落とすね。何をしたんだっけか。これか。君を全て受け入れるぞ。重い空気を発した。なんか違う気がした。思い出させる、思い出させる。姉さんを真実の間やった。親父の手に気持ちは似たんだ。だったっけか。違う、忘れた。はあ、なんだっけな。え、ちょ待って、ショックを受けたって。やばい、やばいよ。君を全て受け入れるぞ。うわ、ちょっと危ないかな。息を吸い込んだ。チュッ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 。ふさげ、きついお言葉、くどいわ。うわうわ、54回。畜生、ダメだ。姉さんの心を取り出すなんてやっぱり無理なのか。諦めないで、チャイの子。また同じ展開来たよ。あの時と同じ展開来ました。これね。おお、みんなの愛のパワーが伝わってくるぜ。いける、これだけのラブパワーがあれば姉さんの記憶を思い出せるはずだ。姉さん、この愛の力があなたのメモリーを呼び覚ますぜ。じゃあどうする、ここで区切る。区切る、うん、じゃあ一旦区切ります。はい、ご視聴ありがとうございました。